ポンヌフは、フランスの首都パリのセーヌ川に架かる橋で、して島の先端を横切る二つの短い橋であるが、二つ、合わせて一の橋と考える。ポンヌフは、フランス語で、新しい橋の意味であるが、16世紀から17世紀にかけて建設されたものであり、パリに現存する最古の橋である。金表記はポンヌフ、またはポンヌフであるが、ポンに、橋の意味があり、 ポンヌフ京という表記は二重表現になる。セーヌ川をまたぐ二つの橋橋は、下島の西端をかすめて、セーヌ川左岸と道具岸とを結んでいる。下島の南側にアーチが五つ、北側にアーチが七つあり、全長238メートル、幅22メートル。橋の建設は、安里賛成によって決定され、1578年に寄港、 1607年に竣工した。橋は当時一般的であった小さなアーチを連続させる構造を持っている。当初から多くの交通で賑わい、長期にわたってパリで最も幅の広い橋であった。橋はたびたび修理を受けてきたが、その基本的構造は建築当時のままであり、ポンヌフのように丈夫ということわざも生まれたほど頑丈な橋である。 パリの旧市街の中心にあり、歴史的に多くの事件の現場となってきた。近くにこの橋から名付けられたメトロのポンヌフ駅がある。ノートルダム橋、プティポン、シャンジュ橋、サンミシェル橋、ポンヌフ、ポンデザール、カルーゼル橋。ありがとうございます。